練習チャンネル。はい、ネイジャムです。イラです。山本です。カワダンジ、カワダの回答。イエーイ。この企画は鴨本さんのアンチコメントを鴨本さんが高速で回答していくという企画になっております。準備は大丈夫でしょうか？いや、何も準備してない。鴨本さんが最近アンチコメントに全然返信してないじゃないですか。一昔前はね、うせろクズみたいな返信とかしてたと思うんですけど。すげえな。なんで今回は動画内で返信してもらおうかなというところで、はいはいはい、10個くらい洗ってきたので。俺のアンチコメント。あ、はい、暇だなお前。じゃあ早速呼んでいきますね。鴨本、迷信出て草、飲み会で馴染めない陰キャかよ。これについては、飲み会で馴染めない陰キャかよってさ、そもそもさ、飲み会で馴染める馴染めないみたいな次元にいないんだよね俺ね。飲み会に頑張って馴染もうとするっていう次元で生きてる人じゃないと思いつけないアンチコメントだね、それはね。気にしたことないよね、飲み会で馴染める馴染めないっていうの。そもそもそう、昔のね、学生時代とかはもちろんどうやったらとかって考えてたけど、別に今馴染む必要ないからね。そういう次元で生きてるからそういう悪口になっちゃうんだね。多分人間として今14段階ぐらい下の人だよ。14? 四谷学院ぐらい段階がある。カモートって年収1億って口先でしか言わないのはなぜ？納税証明と確定申告公開しない理由は？嘘なんじゃないですかってことですよ、これは。納税証明とか出さなくね普通。ツイッターでさ、源泉徴収俺最近出してきやすいけどね。昨年度が個人で7、8000万くらい源泉徴収出してたもん。それで十分じゃない？このツイートをご覧ください。なんかさ、もうわかるじゃん、俺が1億稼ぐ実力あるのは動画で見てたら。むしろ過小評価だよね、1億とかね。少なめに言ってるんですか？あ、そう、言うたら少なめに言ってるようなもんだよ。だって役員報酬1億なんだから。実際はだって施工費とか交通費とか、うん、もちろん事業のためだけど、サラリーマンの年収1億の人よりは使える方なんじゃないですか。過小申告です、むしろ。はい、論破。カモトのファンって大抵東大生の2年生です。大手企業の社員ですとかからわざわざ始めるのは、カモトに人柄や集まるやつの層が出てるような。その割には質問が幼稚というかバカじゃないのってものばっかりで、知性のかけらもないし、特に最近は本当は雑魚なんだろうなってやつが群がってるよな。自己紹介が最初、東大生ですとか大手企業社員ですとか始めるやつが多い。そいつらは雑魚なんだろうなと思ってるコメントをしてんのね。だからカモトファンアンチではないですか、これは。全員雑魚だよね俺からしたら。ファンも含めて9段階ぐらい下のレベルの人間かな。人間ランキングが国内で1億2000万人中、俺が多分数千位ぐらいだったとしたら、そいつは8900万位ぐらいの人たちかな。何言ってんの。だそうです。カモト破産してほしい。破産は絶対しないよね。破産っていうのが多分その人が知ってるボキャブラリーの中で一番難しいやつ持ってきたんで、破産の仕組みを知ってから出直した方がいいかもね。破産できるって言ったら実は一番下じゃないんですよ。 FX とかで死んだら破産すらできないから、それが一番地獄なんです。破産っていうのは借金チャラだから。正しい言葉で言うんやったら、破産できない状態になってほしいっていう方が状況を行う。そうそう、本当にディズニータイムというか地獄を祈るんだったらそっちの方がまだいい。勉強になりました。カモトいらない、古川さんのチャンネル作れ。カモトいらないから古川チャンネルをプッシュしろ。あと上本以上に山本を下ろせ。山本は確実にいらねえ。これ論破してくださいよ、僕のためにも。不思議なんだけど、どう考えても俺らよりこいつの方が人間ランキング下じゃん。絶対そうなのよ、 100% 全財産かけてもいい。なのに俺らのことを下げるじゃん。日東コマセンのやつが明治大学とかマジ低学歴だろって言ってるようなもんというか、明治が下がれば下がるほどお前もっと下がるやんみたいな。そこに対して普通の感性を持ってたら虚しくなっちゃうんだよね。多分諦めてんのかなって思う、その自分の人生を。自分はもう棚に上げて言うっていう、結構早い段階で人生消化試合に入ってる人じゃないと多分こういうコメントできないから、消化試合くんって呼ぼうじゃん、これから。消化試合くん。これから別コメントしてきた人は消化試合くん。そう、消化試合くん。居酒屋とかさ、おっちゃんがさ、野球見ながらさ、下手くそーとか言ってるのに近いんじゃない？おめえよりはうめえよみたいな話をするのもお門違いじゃん。だからそのおっちゃんたちは消化試合のベテランなわけだから、20代のうちにその消化試合マインドを身につけちゃってるのは一定数いるはずだから。おっちゃんはだから楽しいってことですよね、野球見ながら、うん、あいつ降板させろと。その感じで練習チャンネル見て、カモト降板させろって言ってるってこと、ね、そうそうそう、うん、そのおっちゃん世代でも本当に社会で活躍するような人とかだったら、活躍してる野球選手とかを見ても別世界の人だって思わないわけよ。お互い頑張ってるわけだから、人に注目されてこういう表舞台でやることの大変さも分かってるし、ここまで来るのにどのぐらいの倍率を勝ち上がってきたのかって分かってる人は決してそういう言葉は口に出せないのよ、あいつは下手くそなんだって。だけどそこがあまりにも遠いと別世界の住人になっちゃうから、うん、下手くそだ、消えろだって言えるようになるっていう。俺らなんて別にそんな大した人たちじゃないのに、そういう感情が出ちゃうっていうのはよっぽど下じゃないとできない行為なんだよね。
何枚ですか。いや、まあ、チャンネルこれ。カモートは自分より弱いやつだけを煽って憂さ晴らししてるダサいやつ。でも自分より強いやつ煽れる人いないからね、うん、普通のことだと思う。下がいないんじゃないこいつには。煽るやつがいない。そうそうそう、当たり前だけど人間は下を煽るし、上の人にはヘコヘコするし迎合するしっていう、これが当たり前なんだけど、多分自分より下があんまいなかったら煽る相手はいないから、その行為がすごく異質に見えちゃうのかな。不思議なコメントですね。お前は年下にはタメ口で、年上には敬語で、ダセーみたいに言われてるのとちょっと近い感覚かな。不思議ちゃんでした、ね、不思議ちゃんです。カモートは客観的に見てプライドが高くてコミュ力低い、その代わり運が良くて努力家で行動力があるのはいいと思う。後半褒めました。コミュ力の定義にもよるけどね。ただ社長業ってコミュ力結構大切ですよ。コミュ力は俺は低くないっておっしゃってるんですか今。コミュ力低かったら受託の会社の社長できないかなとは思いますけどね。クライアントワークがね、できませんから、多分レベルが違いすぎて分かんないんだろうね。コミュ力の高さを多分彼はうえーっていうのをもしかしたらコミュ力高いだって認識してるのかもしれないけど、コミュ力お化けですから鴨本先生は。東工大ごときという株元、てめえは総大スポカごときでツイッターで威張りまくってるじゃん。しかもお前の方が無駄にプライドが高い。笑。めちゃくちゃ頭悪いコメントしててさ、画面暗くなってさ、一瞬自分の顔を見えた時に悲しくなんないよ。いや知らないっすよ。どっから突っ込もうかね。東工大ごときって言ってる株元、ライブ配信かなんか言ったのかな。そうですね、ごときとは言ったのか分かんないですけど、東工大ごときで上位に入ったと思うなよみたいな、そういうニュアンスは含んでます。それをスポカだから言うなって話だよね。で多分その文脈って、スポカであることを一旦置いといた客観的な一般論みたいな話をした記憶があるから、多分まず俺の言ってることが多分理解できてないんだよね。しかもお前超無駄にプライド高いよ、うん、プライド高いのもさ、俺は当然プライドに見合う実力があるわけだから高くてもいい。お前らはプライドを持てるようなものを何も持ってないんだから、プライドを持つべく知っている実績がある人の気持ち分かんないじゃんね。俺だってお前らみたいな人生を歩んでたらプライド持ちたくても持てないし、うん、それをプライド高いだなんだって相手にじゃなくて、そもそも高くなれるほどのプライドを持てる実績がないだけだから、実績あったらプライドも高くなるし、プライドある人からするとプライドって保つの大変なんですよ。それに見合った成果を出し続けないといけないから。だからプライドがちゃんとあるやつっていうのは逆に頑張ってきてるやつなんだなっていう。大体の社会人とかはどん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 自分はダメだっつってプライドと一緒になくなっていくから、たまにその乖離があるやついるけど、プライドがないやつっていうのが当たり前で、なんでかってプライドが持てるようなもの何を持ってないからっていう、プライド高いだけやんけとか言いたい気持ちも分かるんですけど、逆にプライド高く生きてみた方がいいね。すぐ折れるから多分プライド保てなくて、誇り高く生きていきましょう。はい、はいはい、じゃねえコメントしようかなと思ったけどいいかと思ってやめました。まだあんの。あと1個あります。アンチコメントが出たらああいうやつをイメージすりゃいいんだっていう風に思って、アンチコメントの人ともっと話せたらよりアンチコメント像が明確になるから、出演してくれたらついにアンチと対談ですか。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。